ベッツェッカは、イタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州トレント県、レードロに属する分離集落。第三次イタリア独立戦争のベッツェッカの戦いは、当地で戦われた。かつては、独立した自治体であったが、2010年1月1日、バルレディ、レードロにある他の5つのコムーネと合併し、新自治体の一部となった。レードロの中部、レードロ湖の北西に位置する。 独立したコムーネの時期には17.73平方キロメートルの面積があり、中心地区の標高は697メートル、最低地点は674メートル、最高地点は2254メートルであった。旧隣接コムーネ別カがコムーネであった。当時の隣接コムーネは、以下の通り、は、共に、レードロに統合されたコムーネ。 人口水位9コムーネの人口水位は以下の通り。2009年末時点のコムーネ人口は595人であった。9コムーネについて国立統計研究所は居住地区別の人口として以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロを浴びたと密度の低いニュークリを浴びたとまとま,とまった。 居住地区を形成していない、ケーススパースの区分を用いている。上の表で地名が、すべて大文字で示されているものが、チェントロ・アビタトである。印が付されているのは、コムーネの役場、役所ラカーサ・コムノリーの置かれている地区である。ありがとうございます。